ここで合っているよね。あら、あなたは。どちらの春告生さんかしら。架空鉄道プロジェクト系のリリー・ホワイトだよ。その見た目、あなたはファンタジーズの霊夢だね。そうよ、あえて光栄だわ。私もだよ。ところで車両は？今ドライバーと一緒に来るところよ。来たわ。あれよ。南海線系か。寒い寒い、冬でも半袖を強いられるメンツがこっちに入るんだけど。待っていたわよフラン、大丈夫そう？バッチリだよ、ちゃんとテストも受けてきたし。え、テスト？それにトレインズのみんなからもコツを聞いてきたわ。さあ勝負よプロジェクト系、気合十分だね。でも残念ながら相手は私じゃないんだ。え、リリーじゃないの？今こっちに来る車両が、あなたの対戦相手だよ。あれは見た感じ221系かしら？あの人ってもしかして。これはびっくり。もう一人の私がこんなに素敵だなんて、似合っているでしょ。でもどうせだったらいつもの格好も見たはい。え、待って、これ昔似たようなことを。あなたはこっちの私が良かったのかな？どっちもありだよ。そこはお任せするわ。霊夢はどう？え、フランが寒くなければ。私はいつもこの格好だよ。そっちのフランじゃない。あらまあ、これ夏服にしてくれたら主は喜びそうだな。あなたは何を言っているんだ？すごい集まりね。なんかバトルするみたいだよ。今夜もバトル？そこの上の路線でね。そこって確か半華線だったかしら。前半のうちは高速軌道で緩い曲線が多いけど、南海線系は加速が速いらしいから、勝負が動くのは中盤か終盤といったところかしら。どっちが勝つと思う？どっちかしらね。私にもわからないわ。ねえ、そっちの私。うん、どっちがいいかな？どっちでもいいよ。まあ今は冬服のあなたがお似合いかもね。関心がなさそうね。そりゃそうでしょ。こっちの虫だったら迷わず選びそうだけどね。それこそ夏服姿のあなただったら。ねえねえ霊夢。あれー？は？ちゃんと休んでいますか？ご心配なく。本当に？本当よ。ねえねえ、カウントやってよ。カウント？いつものあれだよ。あーあれね、わかったわ。じゃあ始めるわよ。5秒前。4、3、2、1、ゴー。飛ばすねー。へへん、これが南海線系の加速力だ。こっちのフランが先手ね。合格感が終わってからが、この勝負は動き始めると思うよ。ほぼ1編成分離れている感じかな。勝負は始まったばかり。KNT さんのフランはどう来るかな。線が先行、こっちのフランがリードしているな。頼むぞ、トレインズたちの仇を取ってくれ。この距離感だと、向こうのリズム次第ってところね。大丈夫、あの試合で学んだことはたくさんあるはず。この経験を生かせるかでこの勝負は決まる。信じていいからね。次の途中か、次は鉄橋ね。気をつけていかないと。ここにも103系、そういえば、別の霊夢と戦った時も。詰められている？そんなことがあるわけないわ。なるほど、これは大鳥でいけそうね。伝達が来ているわ。堺市通過でポジションは変わっていないみたい。ほう、だけどこっちのフランは過去の戦歴がある。それを活かせば、この局面をひっくり返せるはず。楽しい。すごく楽しいよ。もう一人の私との電車バトル、いつまでも一緒に走り続けたいよ。いつまで輝けるかしら。勝ちたい気持ちはお互い様だろうけど、あなたの後ろ姿ばかり見ているのはつまらないわ。絶対に抜いてやるんだからね。あの209系に乗っていた人、どこかで。また鉄橋ね。
大鳥を出るタイミングで、決して威力はない右コーナーとローあたりが現れる。そっちの私はわからないだろうけど、こっちの私は別の交流戦での負けがある。あの時の負けは、今の勝ちへ繋がっているのよ。さあ行くわよ相棒。ここまで来たんだ。絶対に負けるわけにはいかない。よし、あとはこのままゴールインだよ。来ましたね。ってあれ、こちら側のフランさんが抜かされている。また伝達ね。え、嘘？おっと、これは勝ったね。そう決めつけるのは早いわよ。今のは、確認したところ、221が先着でした。私の勝ちだね。最後の最後でびっくりさせちゃって、ワンチャン逆転できるかなと思っちゃったもん。で、どうでしたかフランさん。何が？はい、こちらのフランさんです。あ、そう？期待していた通り、すごく楽しい時間だったよ。彼女が言っていた通り、彼女？バトルができたことも嬉しかったけど、電車を運転することができたことも嬉しかった。運転する側には絶対に立てないと思っていたし、かなり満足しているようですね。これには KNT さん側のフランさんには感謝ですね。それはどうも、こっちとしても充実した一試合だったよ。私の前に私がいるんだもん。これからもお互いに頑張っていこうね。フランドールの名にかけて、ということなのであなたをお持ち帰りして一緒に活躍してもらいますよね。よー霊夢。あらマリサ、来ていたの。で、バトルはどうなった？こっちのフランが負けちゃったわ。最後の最後で逆転できそうだったみたいだけど。そうか、でもこれもいい経験になったじゃないか。リベンジするきっかけもできただろうし。そうかもね。じゃ、そろそろ行きましょうか。あ。KNT さんとこの春告げじゃないか。はじめましてだね、そっちのマリサ。もっとお話がしたかったんだけどな。あっちは止まっていく？あ、そうだ、そっちの私に告げておくわ。何？きっと近いうちに新たなライバルが来るかもしれないわ。ほう、どうしてそれを？南部線の車両に、見覚えのある人影が見えたの。もしかしたら、南部線の？確かそれって。ふん、それのこと、安心しなさい。え？このバトルが始まる前から、とっくにそうなるとわかっていたわ。やっぱりそういうことだったか。事前に聞いていた通りだよ。さあどんな振る舞いで迎えようかな。車はその時次第だし、